本選手は、まあ、の以前好調で、まあ、すごくね、コンスタントに走ってくれてるんで、まあ、非常にこう安定してますね。まだまだね、トップ争い全然できる余力があると思うんで、まあ、今後3日間、まあ、どういう戦いになるかすごく楽しみです。まあ、初日に、ね、リファット選手、まあ、残念ながら、ね、彼ももちろん優勝候補を狙えるドライバーなんですけど、まあ、8時間ペナルティーという、ね、大きなペナルティーですね。まあ、当然、まあ、トップ争いに、ね、絡むことはできないんで、まあ、彼には、ね、これから残り3日間、まあ、ラオスのかなりこうマッディーな、ね、雨が降っているという情報が入っています。まあ、その中で、まあ、何かあった時にチームを助ける、クイックサポートとして、まあ、彼には、ね、今後走ってもらおうというふうに思っています。 Drive your ambition, Mitsubishi Motors.